こんなテーマにちょっと喋っていこうかなと思います。まあ、今日の2月3日の土曜日の1日っていう、まあ、動画ですね。で、まあ、今もコワーキングスペースにいるんですけど、まあ、どういった1日、休みの日とか、また何やってるかとか知りたいみたいなコメントあったので、ちょっと話しておこうかなと思うんですけど、12時、いや、1時ぐらいにですね、コワーキングスペースでいて、今夜中の12時半に今動画撮ってて、で、まあ、これは普通の一般の YouTube 動画なんですけど、コワーキングスペースにいるときに本当に2、3本ぐらいですね、限定動画も撮ってるんですよ。例えば今のコンサル生限定動画みたいな。で、限定動画のシートも最近見たらもう300本超えてて、なんか、えぐいぐらい動画、本当に毎日のように結構撮ってたりとかもするんですよ。で、本当に20本以上は限定動画、実は裏で、コンサル生だけに、渡してるんですよ、動画自体を。だから、作業量、やっぱり結構、やってるなっていうのは最近あって、で、今日もですね、その一つ収入源が入ってくるアカウントを一つまた複数、一個作って、アカウントっていうか、まあ一つの収入源の柱もう一個立てて、で、そこでまた、まあマネタイズしたりとか、で、あとは、まあ何やってるかっていうと、やっぱり、コンテンツを作ってますね。お金が入るキャッシュポイントを毎日増やしてるって感じですかね。だからそれは別に YouTube でも、まあチャンネルも複数あったりとか、まあ動画の本数とか、であったりとか、あとはやっぱり印税であったりとか、印税だったらもう出版なので本とかですよね。まあ Kindle みたいな。で、そういったものはまた1日、まあいくつ、5冊から10冊ぐらい増えていくみたいな。で、動画も増えて、で、限定のコンテンツも増えていって、で、書けるときにブログを書く。で、Twitter とかも、まあちょっと更新してみるみたいな動きを、毎日のようにやってるんですよ。毎日。で、本当に、会社とか辞めて、フリーランスになって、なんか一人で起業して、みたいな感じになると、無限にやることあるんですよ。本当に毎日。今もやらなきゃいけないことってめちゃめちゃ詰まってて、今だと、ちょうど会社が、決算期が半分に迫ったので、また領収書とか、まあ、今フリーソフト、フリーっていうソフトを使ってやってるんですけど、まあ、フリーっていう会計のやつ。それをまた、まあ、整理整頓したりもやらないとだし、で、コンサル生限定のコンテンツであったりとか動画も撮らないとですし、で、例えば出版のコンテンツとか、まあ、ブログとかも、やっぱり終わりがないじゃないですか、こういうのって。こういったものも日々、更新し続けなきゃいけないですし、あとは個別動画とか個別のやりとり、すべて今、チャットワークで、グループチャットで作ってないので、全部個別のやりとりになってるんですよ。なので、すべて僕が、個別で返信させてもらってるっていう形なので、やっぱり日々返信させてもらって、で、質問の内容によっては、個別動画とか添削動画を、毎日何本ですかね、個別動画合わせたら、個別動画と、今の YouTube と全体の動画を合わせたら、本当に多分1日5本ぐらい、裏で実は動画撮ってるんですよ。だから結構、で、さっき動画撮ろうと思った経緯が YouTube の、どういった動画がどんどん溜まっていって見たら、ほとんど限定動画だったんですよ。ジャンルっていうかカテゴリーが。そう、なんかめちゃくちゃ 動画撮ってるなって思って、なんか今やってるのが、例えば、個別動画撮るんだったら質問に対して個別動画とか、物販だったらリサーチしてもらった商品を僕が添削動画を、で、動画で返したりとかもしてたりとか、あとはアカウントを見て、ここを直しましょうとか、もう個別で添削動画とかもやってるんですよ。だから実は結構時間使ってるんですよ、毎日。そう。普通のスクールとか、なんだろうな、コンサルとかって絶対ないと思うんですよ。こんなに時間使って、個別で動画を返すなんて、僕はなかったんです。今までもちろん1回も。5個から、まあ7個かな、7、8個ぐらいコンサルとかスクール受けたことあると思うんですけど、ここまで一人で、
結構えぐい作業量やってるのもあんま見たことないですね。そうですね。本当にもう一日中コワーキングいますね。で、帰って、まあ、そうですね。今12時半なので1時ぐらいに帰って、で、シャワー浴びて、で、1時間ぐらいゴロゴロして、で、朝の3、まあ4時ぐらいに寝て、で、また11時ぐらい、7時間ぐらい寝て、で、また朝シャワー浴びて、で、コワーキングに昼ぐらいに来て、また夜中の1時ぐらいまでいるみたいな。そう。これが結構週に3、4ぐらいやってるので、そりゃコンテンツ増えるんですよ。マネタイズポイントも増えて、毎月のように、やっぱり収益って上がってるし、で、しかもお金使わないんですよね。そうなると。出かけることもないですし、うん、お金マジで使わないんですよ。で、飲みも行かないし、タバコも吸わないし、で、パチンコももうやらないですし、で、車も軽ですからね、ただの軽。本当に車とかにもお金使わないですし、お酒なんてね、月に1回も飲まないですね、本当に。年間10回も飲まないんじゃないですかね。で、別に友達がいっぱいいるわけじゃないですし、っていうことを考えると、なんか、普通の、会社員の方とかってめちゃくちゃやっぱり働くじゃないですか。通勤時間とか合わせると縛られる時間が。だから自分も普通だったら本当そういう朝から通勤時間であったりとか残業とか休日出勤がある、本当はそういう生活だったかもしれないって思うんですよ。でも今、なんかこう、自由にできてるのは、なんか、その分、自由かもしれないんですけど、でも、同じぐらいは、働くときはやっぱ働いてるんですよね。だから、12時間ぐらいとか結構働いたりしてて、で、動画も5本ぐらい本当にいろんな動画撮って、で、あともうずっと文字打ったりとか、デザインやったりとか、サイト作ったりとか、ですね。物販だと、物販は売れたら発送するぐらいで、そんなやってないんですけど、ってことを考えると、やっぱ結構やってるんですよね。そう。で、あとは、人が休みの日、例えば、ゴールデンウィークとか年末年始とか、そういった日とかも関係なくやってますね。なんか、境はもうないですね。例えば、今日何か、例えば、ゴールデンウィークだから、5日間俺は休むみたいな。そういったことはもう一切ないですね。平日も休日も、もう何も感覚ないですね、逆に。でも逆に、ゴールデンウィークとか年末年始とかお盆とかって、コワーキングスペースとかに人いないんで、逆に行きたいってなるんですよ。そう。逆になんか静かな環境で誰もいなくて、なんかコツコツ仕事をしてた方がいいなっていう感覚になってるので、そう。だから、トータルしたら、多分、普通の人よりは、そうですね。多分、半分、5分の3ぐらいしか働いてないと思うんですけど、でも、それでも、やっぱり、5分の3の中で、5分の3の中の3は、すべて自分の仕事が上に上がるようなことしかやってないんですよね。例えばなんか会社に属してたら、その自分が頑張れば頑張るほど会社が成長するではなくて、自分自身が頑張れば頑張るほど成長するみたいな環境下にいるので、そう。だからなんか成長速度とかは早いとは思うんですよ、やっぱり。だからこれをまた10年前から副業とかやってて、で、仕事は確かに一人はしてなかったとしても、隙間時間とか、そういった時間をすべ、あの、ほ、ほぼインプットしてるので、そう、だからあんまり無駄な毎日を過ごしてないっていう感覚なんですよ。時間があればインプットして散歩しながらとか移動する時とかお風呂の中とかインプットして、で、時間があればパソコン開いて自分だけの仕事をするみたいな。だからそうすると必然的にコンテンツっていうのはコンテンツですね。コンテンツとかを全て毎日のように溜まっていくんですよね、本当に。で、溜まっていったら、で、それが、例えば、小さなお金でも、コンテンツが溜まれば溜まるほど、いろんなところからキャッシュポイントが増えるので、やっぱり、自分のために仕事をやると、その分、やっぱりどんどん、楽になっていくんですよね、生活とか。そう。だから、
そうっすよね。だから今なんか仕事辞めたいとか、なんか会社行きたくないとか、なんか仕事場に嫌なやつがいるとか、なんか1年ぐらい別に辞めて、なんかそういった自分だけのために仕事をやる修行期間みたいのを1、2年とか設けると、意外に人生本当にバッて変わる可能性ありますよね。だから僕はそれで変わったんですよね。もう辞めて、もう自分ではお金なんか稼げるか分かんなかったんですけど、まあ、修行期間だと思って物販やったり、ブログ書いたりとか、アフィリやったりとか、YouTube やったりとかしたら、普通にお金に困らなくなったので、お金に困らなくなったっていうか、多分お金使わないんですよね、普通に。だってコワーキング借りても1万5000円ぐらいなんで月。で、水道、光熱費とか電気代とかも全て賄えるじゃないですか。で、家借りてるって言っても、家も本当に7万ぐらいの家が2つあるぐらいですし、で、車だって軽乗ってますし、で、物欲もないですし、で、ご飯食べるのは1日1食ぐらいしか食べないんで、お金使わないんですよ。だから、そうですよね。そう、だから、毎日頑張ってるんですけど、頑張ってやってて、やっぱ刺激が欲しい時もありますね。やっぱそれはやっぱり新しいビジネスとか、でもね、やっぱインプットしてると出てくるんですよ。あ、これやってみようみたいな。あ、今度これチャレンジしてみようみたいな。やっぱりこれが月に2、3回ぐらい毎月あるので、だからそこに対してまた動いていくっていうことをやってるかなって感じですね。そう。でも今やりたいのはやっぱコンテンツとか作りたいですね、自分の。なんかできることが本当に結構増えてきて、コンテンツの作り方のコンテンツとか、ワードプレスのなんかデザイン自体の設計のなんかコンテンツを例えば作るとか、なんかもう別に物販以外のことをでも本当に何でももう多分できるので、あとはサムネとかキャンバの使い方とか、あと動画編集もまあできるんですけど、動画編集は今そうですね、全部外注さんに任しちゃってるので、なんかその独自でやってきたマーケティングみたいな、なんかマーケティングってこの超天才のマーケッターみたいな人が世の中いるわけじゃないですか。でもその人たちってもう本当何億規模とか、1回のローンチで例えば、なんだろうな、月収1000万、2000万みたいな人ばっかじゃないですか、YouTube とか Twitter とか見ても。じゃなくて、なんかプラス、なんか月に5万でも10万でも20万でも、なんかハードルが低く増えるような、なんかそういった立ち位置に行きたいんですよね、僕自身が。僕もなんか YouTube とか Twitter とかめちゃくちゃ見るんですけど、なんかほとんどなんかもう異次元じゃないですか、ああいうのって。じゃなくて、もっともっともっとハードルが低くって、しかも自分がやってきた、成功とか結果が出たやり方とかをなんかコンテンツにまとめたいなとか、なんか自分だけのクローズドのなんか動画撮ったりとか、なんかマニュアルサイトみたいなとか作りたいなとか、なんかそういったことって結構面白いんですよ。自分で設計、こういうのが結構好きなんですよ、僕自身も。自分でサイト作ってデザインとか一から設計して、そこにどういった形で分かりやすくマニュアルをはめ込んでいくかみたいな、こういう作業は結構好きなんですよ。そう、なんか自分自身がプレイヤーとして常に同じ作業をするっていうよりも、なんか常にクリエイティブなことで新しい、なんかそういったコンテンツであったりとかマニュアルを作ったりとか、新しい気づきみたいのをやることは結構好きですかね。そう、だからそういうのもどんどんやっていかなきゃなっていうのはやっぱり今後思いますね。そう、まあそんな流れですね、一日。で、今も、もう気がつけば1時ぐらいになるんですけど、いや、そうなんですよ。とにかく動画撮りまくってるんですよ、実は裏で。ね、限定動画も見たら300本ぐらいで、あとはいろんなコンテンツとか、物販以外のジャンルの動画とかも多分合計200本ぐらいはあると思うので、多分500本ぐらいとかは実は裏で動画あったりとかもしてるので、結構やっぱりやってるのかなって思ったんですよね、自分で作業とか。意外にこう、客観的に見た時に、
まあ、やってるんだろうなっていうのと、まあ、日々コンテンツとかマネタイズポイントも増えてるなっていうのは、なんか感覚値としてはなんかあるかなって感じですね。なんかそれよりもなんか、なんだろうな、もっとシンプルな環境を次は手に入れていこうとやっぱ思ってて、まあ、例えば本当に家だったらもうミニマリストみたいな感じのものが全くないとか、持ち物とかも基本持ちたくないみたいな、最低限のものだけ持ちたいとか、で常にパソコンとかスマホの中は綺麗になってる状態とか、でやっぱり両学長の動画とか毎日聞きますけど、やっぱりその銀行口座をなんかメインのやつをなんか1個ぐらいしか持たないとか、なんか使ってない銀行口座とか、クレジットカードとかあれば全部解約してしっかりとまとめて、で、メールとかも G メールでまとめたりとか、ワンパスワード使ったりとか、で、楽天コンボにしたりとか、なんかそういったところでやっぱり脳のリソースがいろんなものとか、いろんな情報とかが入ってくると、多分本当にストレス情報過多になっちゃうので、常に頭の中が。そう、だから次のステップは本当にそういう、なんか黄金持ち山に登ろうみたいな、毎日話していただいてると思うんですけど、なんか本当にそういったところがすごい大事だなっていうのは痛感しますね。なんかシンプルな生活みたいな、シンプルな生き方で、最近もなんかデスクトップ、パソコンのデスクトップが何も僕なくって、なんかすごい綺麗ですねって言われたのがすごい嬉しかったんですよね。そういうのもやっぱ常にこう脳のリソースとか考えると、やっぱシンプルに生きるのってめっちゃいいなって思ったんですよね。そう、なんかシンプルで生きるイコールお金確かに使わないんですよね、結局。だって物の把握ができる、必要なものしか買わないですし、無駄なもの買わないじゃないですか。そう。で、例えば、格安 SIM とかも、今、LINE もとかで20ギガなんですけど、日本通信 SIM でしたっけ？それだと30ギガまで使えるとか、で、ドコモの回線とか。だから、全然お金使わなくって、お金もシンプル、脳のリソースも増えて、毎日キャッシュポイントが増えて、で、自分の影響力、YouTube だったりとか、ブログの記事が増えていくみたいな流れになっていくと、まあ、そりゃ、時間が経てば経つほど人生楽になるよなっていうのがネットビジネスだと思うんですよね、やっぱり。でも、ネットビジネスのいいところって、パソコンで稼いだりとか、フリーランスで稼ぐって、マジでそこが一番いいんじゃないのかなと思ったりとか、あと、もしフリーランスとかネットビジネスで稼ぎたいんだったら、こっちが作業する受注側にあんまりならないことをお勧めしますね。だから例えばネットビジネスで俺は稼ぐんだってなって、自分で情報を発信するっていうよりは、例えば誰かの仕事を常に請け負うみたいな立ち位置に行ったとしても、結局それって時給労働と一緒じゃないですか。だからそっちの立ち位置に行くんじゃなくて、毎日何かしら自分の影響力だったりとか、キャッシュポイント、マネタイズポイントが増えていくような行動も、半分ぐらいはやっぱ入れといた方がいいよねっていうのが、未来楽になる行動かなっていうのを思うんですよ。例えばフリーランスになったけど、1ヶ月間ずっと動画ひ、誰かの動画編集だけしてるみたいな。ずっと誰かのライティングだけしてるみたいな。まあ、そりゃ単価も高くなっていいとは思うんですけど、それをやりながら、なんか、単価が高くなった経費とか、なんかそういったノウハウとかを情報発信するんだったら、まあそれは未来楽になるよねっていうのが、まあそれがネットビジネスとかインターネットで稼ぐ流れになるんじゃないのかなっていうのは思いますね。だからまあそんなことを毎日今やってるっていう感じですね。で、あとなんかブログの記事とか、なんか YouTube とか、で、まあ、どうにか続けて、まあ、YouTube とかもチャンネル登録5000人とか、ブログの記事とかだったら、例えば最終的にまあ1000記事ぐらい持ってる、そのメディアのオーナーになれてれば、それはそれでまた人生楽だよねっていうのは、まあ一個の答えかなと思うんですよね。だから人生楽になる行動とかを日々してるけど、なんかそのスピード感は今、まあ、あるかって言われたら別にそんなないし、
なんか別に大きく稼げてるかって言ったら別にそんなわけではないですし。っていう感じですかね。そう。みたいな感じで、まあ、どっちかっていうと、僕の、なんか、人生の教訓か、なんか、テーマとしては、死ぬ時に、やっぱり、なんか、悔いがなく死ねることなんですよね、結局。それが人生のテーマだと、あと、やりたくないことをやらない。そう。あとは、お金に困りたくない。まあ、この3つぐらい。あとは健康でいたいとか。だからお金なんて別に困らないぐらい最低限あれば別にいいし、なんか別になんか Twitter とか YouTube みたいに、なんか1ヶ月なんか1000万いきましたとか、なんかそれってやっぱり瞬間最大風速かもしれませんし、それを大げさに言ってるのもたくさんあると思いますし、なんか別にそれじゃなくても、なんか、まあ、とりあえずお金に困んなきゃいいんじゃないっていうのと、あとストレスがなく生きられればいいんじゃないのと、あとやりたいことをやればいいんじゃないのと。で、死ぬ時に、なんか別に、いろいろやってきたし、悔いないな、みたいな。そう。っていうのがなんか、一つのテーマ。で、なんかそこに行くためにも、今、毎日、こう、作業したりとかってやってるような感じですかね。なんか、まとまりのないラジオ動画みたいになっちゃったんですけど、なんか、そうですね。まあ、こういったものもたまにはいいんじゃないのかなって思いますね。じゃあ、なんか参考できる部分があったらですね、参考にしてみてください。じゃあ、いつもありがとうございます。